立憲民主党連邦麻生太郎に暴言。14日に行われた麻生財務大臣の記者会見にて、感染症対策における行動制限の緩和について麻生大臣が次のような発言をいたしました。映画館で感染爆発が起きたという話はあまり聞いたことがない。医者の言う話は本当かよという話がいろいろなところで出てくる。国民のマインドの中で 変化が生じているのは事実で、地域によって感染状況が違うなら、どんどんやっていけばいいとなっておりまして、この発言に対する報道について、蓮舫さんは、私は医師の話の方が本当だと思うなどと暴言を吐かれておられますが、まあ、こういった医師、医者も、まあ、本来は科学者の一員でございますが、まあ、残念ながら科学的な根拠、 客観的なな根拠に基づいいいいてて主張がが行われていない場合がございますそれに対して政府側は一人の医者の主張で判断せずに多くの専門家を集めさらに国内外から情報も集め感染症対策の判断を下しておりますので本日の蓮舫さんの発言は麻生大臣に対する暴言誹謗中傷と なっっててしままおります、まあ、そもそも立憲民主党が掲げた感染症対策、すでにゼロコロナについては事実上断念されておりますしまた最近になっている立憲民主党は感染者が50人以下になるまで緊急事態宣言は解除しないなどと主張してしまっており感染症対策と経済のバランスまた医療提供体制の 確保などについて全く考慮していないと、まあ、単に政府与党の政策、対策に反対するために別の条件を出してきているだけのように見えてしまいます。まあ、こういった立憲民主党などのおかしな野党の皆様、本当に無責任なですね、主張を繰り返しており、国民のことを日本のことも一切考えていないと、 言わざるを得ませんので国民の皆様有権者の皆様には今後行われる全ての選挙において立憲民主党にはおかしな野党の候補者には絶対に投票しないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました